俺はイギルって言うんだ。よろしくな。武器作ってろよ。イギルの斧だ、斧だぞ。やべ、ちょっと茶色すぎたな、これ。背景と同化しちゃいそう。結局黒いじゃん。結局黒いじゃないか。黒い。花火上げとかないと。花火。ああ、イギルが見えなくなった。距離っていうか、どこまで、どこに、どこの距離にいるかっていうのが分かる。ああ、はいはい、うん。これで一応場所の把握は簡単にできる。あ、じゃあちょっと一回離れてみますか。うん。てか、パーさん、名前なんなん、そのちょめちょめちょめって。え、俺カタカナで今パーセルってやったんですよ。ちょあ、そういうことか。えっと、普通にカタカナでなってるんですよ、名前が。そういうことか。絵手が入れてないから、多分ちょめちょめやらってるんだ。なんか、隠語みたいになってるよ。ちょっとそれ、チンコとか入れちゃった人みたいになってるよ、それ。パーサ、絞れた、ちょっと名前にしちゃった タイプのやつになってるよ。エギルちょっと撤退。俺はエギルって言うんだ。よろしくな。来た。ちょっと燃え尽きたよ。もうエギルじゃねえし、もうエギルじゃねえ。名前もう一回、じゃあ、赤押して、赤。あ、はい、うん、あ、出てる、ちゃんと出てる。やっぱ日本語がもっとやってる人でやってないとで、やっぱダメみたいですよ。ビルさんも赤押したね。オッケー。今これ危機戦で入ってくれるよ、これ。ユーリエさん。とりあえず危険なんで、チャットで。さすがに日本語でやったら、ちょめ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 なんて言われて、え、何この人、私のことは煽ってるのみたいな感じで言われそうなんで。隠語だよ、隠語。で、これが、まあ、拠点なんだけど、あ、そうだ、あ、とりあえずさ、パーさん、あれだったら武器とか持ってってもいいよ。ああ、じゃあ。槍とか、エテロの前使ってた槍とかがね、入ってるから、どっかに。デモニックなんたらかです。そう、今、剣使ってるからさ。どこに、あ、ここにある。上か、よいしょ。おぉ、いや、なんかこの、うん、この地味にね、背中の部分かなんか攻撃判定がありそうでないっていう、このないんだよね、ないんだよね、これ。ユイ棒みたいなノリで使えるかと思ったらないっていうね。意外と戦いにくいっていうね。もうこの周辺かなんかにある木はもう全部張り倒しちゃいました、もう。あ、結構生えてるよ、まだ。うん、あー、じゃあ足場くらいは自分で作っておきますよ。うん、うん、まあ全然使ってもいいからね、ここにあるのも。おー、なんか落ちたらちょっとヤバそうな穴があるな。あ、これね、下に拠点落ちた。落ちてないね。あ、まだ大丈夫です。ここ、ね、落ちたらヤバそうな匂いしかしないぞ。ゆりえさんもこっち来てよ、こっち。これね、下拠点大丈夫だよ、落ちてみていいよ、これ大丈夫だよ、これ。これちゃんと着地して水になってるから。うん、あー、ほんとだ。うん、ちゃんと着地地点水敷いたから。んじゃあ、ここのね、下拠点まですぐ来れるようにしたの。もうばあさん、もうばあさん欲張るな。今度は何にも木を押さないで普通に思います、うん、そうそう、降りて、そうそうね、まっすぐ降りてきたら大丈夫。うん、でここに一応中間拠点がね、ここに一応あるから。うん、あー、二段ジャンプの装備ないんで、俺ちょっと登れないですよ、それ。出た。あ、やべ、ブラックスライム来ちゃった。オッケー、まあ、しょうがないで。今日はまあ、とりあえず、ここはあんま関係ないんだけどね。うん、はい、開拓中ですか。そう、まだ。ちょっとね、こっからまたいろいろ広げていこうかなって。はい。そうだ、パーさん鏡持ってきてないよね。ないですね。何の鏡なのかわかんないですね。ちょっと待ってて。鏡取ってくるから。鏡取ってくるから。
スケルトンか。ユリさん、鏡どこ？やっべ、めっちゃ打ちにされてる。ちょっと待って。ユリさん、鏡持ってきて。あぶねえ、めっちゃ打ちにされたとこだった。行きまーす。どこ行った？どっかにね、全部セットでしまってるんだけど。ああ、そういえば今思うとこれ脱出手段ないですね。そうそう、だからね、鏡がね、あるから。今、ゆりえさんが持ってくるから、ちょっと待ってて。ああ、はいはい。白いわ。ちょっと明るめにしたらいいって言っただけなのに、真っ白になって出てきちゃったから。いやー、エギルは明るくなるべきだと思って、今流行りの白人に。あー、うち、流行りでもないか。あー、okay。 なんか暗闇に混じるとちょっと紫色になる。で、鏡使ったらね、すぐに戻れるから。あー、はいはい。うん。あれ、これあれですか、なんか経験値スポーンですか。トラップタワーみたいな。そう、まあ、似たですけどね。まあ、経験値はないよね。うん。まあ、出てきて金か素材か、なんか、あとは自分自身を鍛え上げる何かが。ひたすらにこうウサギを飼ってなんかこうしんみりするっていう装置これは、うん、なんかいろいろとえぐいですねこれこれずっとやってたらもうなんか病んでくるからね、うん、ウサギは可愛いんだぞ構ってあげないと死んじゃうんだぞ寂しがり屋なんだぞ構ってあげる方法がこれっていうそう殺すっていうねちなみにこれは何をテーマにこの建物のテーマ的な何か。この建物はね、テーマで言ったら物質だよね。うん。ああ、はいはい、はい、うん。まあ別にあれなんだけど、こだわりはないんだけど、うん、どんどんねなんか増築していってなんかすごいでっかい建物にしようかなって思ってる。ああ、うん、俺もマッソロでやってる時とにかく高い塔を作ろうって思ったら殺風景なただの島タワーであるバベルの塔が出た。ちょっとそっち行っちゃダメよまだ。おそっち行っちゃダメだ。緊急脱出あれ。よしこうやって降りた方が早いな。そうそっちはね今日行こうと思ってて。ああ、はい、今までずっと下ばっかり掘ってたから。ああはいはい。ちょっとそろそろ上攻めようかなと思ってさ。あれ上ありましたっけ、うん、なんか。あるんよねちょっと。おお。でまずはちょっとねとりあえず。準備しよう、うん、準備しよう。はいはいはい。ポーションとかをねちゃんと持ってかないと敵とか出てくるから。何なんか NPC みたいな、なんかパーさんなんか。あとポーション何個か持ってった方がいいよ。あー今ちょっとユリエさんからもらえ、あ、またオッケーオッケー。ポーション30を、まあ30、あ、30個をもらいましたね。うん、じゃあ行こうか。行きますよ今から。上の世界に行こうか。行っちゃいますか。うん。早いよちなみにこれね、一番上まで続いてるから。はいはい。行くぜ早いよ早いよ早い。あー、やっと追いついた。登るスピードは同じだったからよかった。うん。これね、重力がさ、あるんよ、ここ。重力が。わかる？あ、はいはい。ちょっと、すごくない？あれ？ところで、これから先、まさか道がないとか。ないよ。ないよ。なかったか。よし。よし、帰ろう。ないよ。空島がね、あるらしいからね。ああ、もう来たな。うん、こっから。こん、ん？な。こんな上には何もないと。ちょっとちょっと下に下げようか。ちょっと下に降りよう。うん、これはとりあえずね一番上の展望台ということで、はいはいはい、若干下げてここら辺もうちょっと、マップ、ああ、なんか今掘ったところじゃないですかね多分。ここら辺がいい予想。まあまあ勘でやっていくしかないですから。あ、いいよいいよ。ちょっとそうだね。ちょっとおのおのちょっと道作っていこうぜ。じゃあ俺、うん、今のところ足場しかないんで、とりあえず足場で適当に、直線上にやっていきますよ。うんうんうん。
そうそう、あの土とかあの石とかだったらもう腐るほどあるからさ。ああ、はいはい、うん、いいよ。じゃあちょっと待って、うん、あー落ちた。ちょっと危ねえ。これスーってずっとキーを押しっぱなしであの設置していきたいんですけどね、それやってたらさっきみたいなことになるんですよね。うんうんうん、もうポーンってやって、あーやっべってなって、もうちょっと下だったかも。じゃあちょっと行って下攻めてみようかな、うん、じゃあ俺もちょっとまあ階段っぽくこう作って下やってみますよ、うん、ちょっと右に行きたいな。右ですか、絶賛右製造中ですよ、うん、右製造中、エギルの店ですよ。右はエギルの店だよ。右はエギルの店。ちょっとどうしようかな、うん、アインクロットに行ったら右に何があるって、エギルの店だよみたいな。何それ何それ。いやこれは決定事項ですか。うん、ここら辺にしようかな、ちょっと下に下げて、うん、あら敵が登ってきちゃった。湧くでしょ、敵湧けますね。つか、敵のジャンプがすごいな、うん、やっぱ。あグリーンスライムが落ちていく。危ねあれですか、鏡で出してですか、それとも二段ジャンプのあれでギリギリのところまで手行くに行ってポーンって飛ぶんですか。あのね、壁キックがあるんだな。何壁キックがあるから、なんかロックマンズルみたいな。そう、大丈夫なんだな、壁キック優秀なんだわ。そして俺を狙っていくスライムたちがどんどんあの目の前で死んでいくのは何なんだろうこれ。すごい切ない光景。あ、絶対この高さでしょこれ。あ、結構いってるね、もうパワーさん。あーでもあれかな、土ブロックの方が良かったかな、すり抜けちゃうんですね、うん、どうしてもあの反対側からこう戻ろうとすると。うんうんうん、あーグリーンスライム来ちゃった。はい、さらばグリーンスライム。どんどんグリーンスライムが生産されて、うん、そして落ちていく。うん、落ちてきたグリーンスライム。この末路を何回俺は見ていけばいいんだろうな。グリーンスライム落ちてきたよ。落ちてくるのがみんなグリーンスライムばっかりだったっていう、ゾンビが絶対出てこないっていう。ここちょっと上つなげてみよう。あーもうだいぶ近いですね、数字的に。うん、パッパラー。あ、もうすぐそこだった。あった。あ、登れねえ。こっちから行かないとダメか。そういえばあれですか、エテさん、録画のソフトは 何使ってるんですか、今。録画のやつ、うん、これ、アマレココ。ああ、はいはい。うん。俺、あれですよ、最近になってシャドープレイずっと使うようになったんですけど、あっちの方が、うん、あのいいかもしれないですよ。20分で、20分じゃないの。うん、容量 3.2 ギガあたりで、切られちゃうんですけど。うん、比較的なんだろう、容量が少ないし、何より FPS、録画できる FPS の数値が非常に高いんで、俺個人としてはおすすめです、あっちの方が。何、シャドープレイ？GeForce 600、GTX 660搭載ならば、無料でできるんで。エテのどんな、エテそん、エテ何やったっけな。600600何歩だったと思うんだけど、うん、結構際どいよね、確か。そこら辺際どかったと思う。まあまあでも使えたら結構うん、いい感じに使えますよ。ガンガンやってる時も俺これ使ってますからね。これでいいね、フルスクリーンでもできるんで結構いいですよ、うん、確かにファイルサイズはねめっちゃでかくなるからさ。あ、2時間とかこれテラリア撮ってたらね30ギガとかいくからね。あー、だいたいなんか普通の録画ソフトそうなんですね、うん、俺もバンディカムでやってる時なんかそんな感じでしょ。うん、アバとかのあの10分くらいの動画でもそこそこ10何ギガとかいっちゃったりするんで。そう、20分いっちゃうから。まあけどな、慣れてるからな、あまりここが一番。まあ慣れてるやつが一番いいんですね、うん、そんであとロイロとかもあるじゃん、やっぱ。あー、ロイロはちょっと、うん、あんま俺はおすすめしなかったですね、うん、画質がちょっと落ちるし、何より容量がクソでかくなるっていう。ダメだね、ロイロダメだね。うん、ダメなんですよ。うん、あからさまにあれ画質落ちたなって後々分かるんだ。うん、なんかけど、なんか初心者向けみたいなことはなんかよく言わない、なんかあれって。あー、まあ確かにそうですね、設定そのものが、うん、あんまないんで。うん、あー、なるほどな。エティだってこれマイク別撮り、パワさんってマイク別撮り？
いや、普通に直接これやってますよ。あ、直接、もうゲームオンに入っちゃうと一緒に撮っちゃうみたいな。それ、なんだろう、パソコンそのものに、自分の音声が入ってればいいんで、うん。それはパソコン本体にあるサウンドの設定のところから、うん。自分の声を聞くっていうような項目みたいなのがあるんで、うん。そこにチェック入れてあげると、うん。普通に入りますよ。それでやってんのか。なるほどな。ただし、なんか、ものによっては配信サイトとかのニコ生とかあるじゃないですか。あるあるある。ああいうやつでニコ生どうだったかわかんないですけど、たまにエコーみたいにかかっちゃうんですよ、声が。うん、あるあるある。まあそういうのさえ気をつけてもらえばいいんですけど、多分こういう普通にゲームのキャプチャーとかやってる場合には大丈夫だと思うんだね。ハッピーが攻めてきた。ハッピーが。なんか一瞬ファービーを思い出したな。ファービー。あ、ダメだ、死ぬ。なんか今のファービー目がデジタルなんですよね。聞いた話だと。俺指くわえてもらってブエブエ吐かれて、なんかほんとなんか傷ついてたな、昔から。危ねえ。姉が一人で、姉がファービー持っててね、うん、ファービー懐かしいな、ファービー。あれプロとっていうか、初期型のファービーとかもう見ないですからね、うん、全然、うん、なんか口がパクパクするやつでしょ。目もパカパカしてて、今デジタルになってて、うん、あるある。ファービー懐かしいな。あー、ポーション投げちゃった。あ、墓場は日本語化されてないな。何になってんの墓。え、普通に俺でしたら、俺のパズルフェールトゥーゼアオーですってなってます。フェールトゥーゼアですってね、死んだの。ちょっと上の方で、ここら辺なら降りられるかなと思って降りたら、意外とダメな高さだったみたいで死んだ。てかさ、ハーピーいたってことはこっちら辺近いんじゃない？なんかね、なんかの動画で見た気がするんだけど、結構近い気がするよ。ハーピーいるから気をつけてね、ハーピー。ダッシュ。エテの方が足早い。何？俺ちょっと墓場かなんかちょっと墓場にちょっと適当に編集してたかな今。パソコンダッシュ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 走ってきて走ってきて走ってきて走ってダッシュダッシュダッシュ。あー、ダメだ、このエギルすっげーよちよち歩きだ。ダッシュダッシュ、もっと本気もっと。ダッシュ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 。頑張れ。ダッシュダッシュ。パソコンダッシュダッシュ。エギル、エギル頑張れ。めっちゃよちよち歩いてる。あ、来た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 。ダッシュ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 。なんだろう、この絵面見てると昔ドルアーガの塔っていう。あっ、そう。それにすっごい似てる。横スクロールじゃないけどさ、あれ。